こんにちは、作動優です。はい、僕が挑戦するのは半田だし祭りクイズ、だし祭りに関するクイズ。はい、はい、CC 制作の1979始まりの物語の監督、脚本を担当された作動さんなら、うん、分かって当然の問題を出題します。なるほど、なるほど、分かって当然、そうなんですね。この世に当然ってことなんかないんですよ。1分以内で10問出しますので、はい、あ、もう聞いてくれなかった。はい、わかりました。よーい、スタート。半田だし祭りってどんな祭り？半田市内にある31両のだしが1箇所に集結するお祭り。開催日はいつ？今年ですよね、10月の28、29。だしは全部で何両？31。だし祭りはいつから始まった？1979、1979年。中継番組の出演者は？出演者、何でしたっけ、宮地さんと、原田敦さんと、平野大心くんと中村一さんと僕。番組でも共演している中村雄一さんのいいところは？出し祭りクイズないじゃないですか、もうそれ。中村さんのいいところ、顔がめっちゃいい。それから、優しいで正直者。はい、平野大心さんに一言。平野大心くん、ずっとご飯行こうって言ってるのにまだ全然この3年1回も受けてないですね。行きましょう。今何問目？いや、もうやめろそういうの。8問目。合ってました。だしの魅力はズバリ？だしの魅力はズバリ、やっぱり各地区に誇りを持ってるだしです。はい、最後に意気込みを。こんな感じで頑張ります。はいはい、終了しました。佐藤さん10問中10問正解です。ありがとうございます。よかった。当然はあったんだな。10月の28日29日、ご家族やお友達と一緒にぜひ愛知県半田市に遊びに来てください。ケーブルテレビの生中継や YouTube の配信も見逃しなく。以上、作動優でした。